第2代ティローリー男爵、1712年が、左側の人物は、第2代、モンタギュー公爵ジョン・モンタギュー。第2代ティローリー男爵及び初代キルメイン男爵、ジェームズ・オハラは、グレート・ブリテン王国の貴族、軍人、外交官。1703年に陸軍に入隊して、スペイン継承戦争に参戦した後、 1728年から1742年まで在ポルトガルイギリス特命公使を務めポルトガル王女案五世と友好な関係を築いた。七年戦争ではジブラルタル総督としてジブラルタルの要塞を補強した。要塞補強の資質について庶民委員で批判されたが批判者を論破して調査を免れた。初代ティローリー男爵チャールズ・ウォーハラと妻 フランシスの息子として、1681年、1682年に生まれた。1703年3月15日、父が隊長を務めるロイヤルフュジリアーズに中尉として入隊した。スペイン継承戦争に参戦して1705年3月24日に、大尉に昇進。1706年のバルセロナ包囲戦に参戦した。あと、 1707年のアルマンサの戦いで、負傷。1709年9月11日のマルプラ家の戦いでは、初代マールバラ公爵ジョン・チャーチルのエイコールド艦として参戦、重傷を負った。1713年1月29日に、父の後任としてロイヤル・フュージリアーズ隊長に就任した後、連隊と共にミノルカ島に駐留。 1718年から1719年までにも地中海周辺に駐留した。ハノーバー・朝では1717 17年に国王ジョージ1世のエイコールド官に任命され、ジョージ2世の知世にも留任して1743年まで務めた。ロイヤル・フィジリアーズは1719年から1727年までアイルランドに駐留し、オハラも1722年2月8日に、 アイルランド貴族である名誉権におけるキルメインのキルメイン男爵に除され、1723年8月29日にアイルランド貴族院議員に就任した。翌1724年6月8日に父が死去すると、同じくアイルランド貴族であるティローリー男爵位を継承25日にアイルランド数密院の数密顧問官に任命された。 アイルランドで債務を重ねたため官職を求め、1728年2月11日に在ポルトガルイギリス特命講師に任命された。ポルトガルでは人気があり、退任にあたってポルトガル王女案5世より近海を与えられたという。講師在任中にも陸軍での昇進を続け、1735年12月18日に順庄に 1739年7月14日に、少々に、1743年4月5日に、中将に昇進したほか、1739年8月に、第五条バレンタイ隊長に転じた。ティローリー岩爵は1741年7月18日に、ポルトガルシュトリスボンを立ち、1742年1月9日に公認として、 ヘンリー・コンプトン閣下の任命が発表された。帰国した後は1742年から1743年にかけて助赦や官職を求め、1743年12月17日に在ロシアイギリス特命講師に任命され、1744年4月12日にサンクトペテルブルクに到着したが、1745年に退任、同年2月25日に、 サンクトペテルブルクを経った。同年に1745年ジャコバイト法規が勃発するとジョージ・ウェイドの部下として参戦した。また、この頃より所属連隊が頻繁に変更され、1743年4月にホース・グレナディア・ガーズ第2大隊隊長に、1745年4月30日にホース・ガーズ第3大隊隊長に、1746年に、 第10不評連隊隊長に、1749年8月19日に、第14竜騎兵連隊隊長に、1752年に、第3竜騎兵連隊隊長に、1755年に、コールドストリーム、この F 不評連隊隊長に転じた。1748年1月7日、王立協会フェローに選出された。1747年に、 初代入荷する公爵、トマス・ペラム・ホリスに打診して、ミノルカ総督を任命されたが、着任を禁止され、1756年に7年戦争が勃発して、ミノルカ島が包囲された時点でもミノルカ島を訪れられなかった。同年に、ジブラルタル総督に転任し、6月2日に、ポーツマスを立って、ジブラルタルに向かった。このジブラルタルからを連れて、 ミノルカに向かうよう命じられたが間に合わず、ミノルカは陥落した。ジブラルタルで要塞の補強に努めた後、1757年4月16日にジブラルタル総督を退任、同年12月にサージョン・モードンとの軍法会議で裁判長を務めた。ティローリー男爵は、ジブラルタルの要塞補強の支出をめぐり、議会でジョージ・サックビル教に批判されたが、 1758年4月に庶民院で批判者を論破して調査を免れ、1759年には民伝の戦いにおけるサックビルの失態を批判し、サックビルの軍法会議で裁判長を務めた。同年にポーツマス総督に任命され、1761年3月14日に陸軍大将に昇進した。1762年に スペインがポルトガルに侵攻すると、イギリスはポルトガルに援軍を派遣、ティローリー男爵がその指揮官に任命されたが、わずか数ヶ月後に老齢を理由に更迭され、7月にポルトガルが援助金しか発さないと主張して帰国した。1762年11月17日に、クレートブリテン数密院の数密顧問官に任命され、1763年6月10日に、 陸軍元帥に任命された。大ピットとは長期間友人関係にあった。1770年にミルボーンハウスの邸宅を咀嚼した後、1773年7月14日にトゥイッキナムで死去、ロイヤルホスピタルチェルシーで埋葬された。着死がおらず、爵位はすべて廃絶した。1724年11月にメアリー・スチュアートと結婚したが、二人の間に子供は、 いなかった。一方、多くの愛人を抱えたとされ、在ポルトガル講師の退任にあたりホレス・ウォル・ポールが手紙で、ティローリー男爵が3人の妻と14人の子女を連れて帰国したと述べている。ありがとうございます。